猫の診療にあたる獣医師獣医学は医学、診断学及び治療原理を伴侶動物、産業動物、野生動物及びエキゾチックアニマルに応用するための学問である。獣医学は家畜生産の実践、軍単位での健康管理、疾患のモニタリングなどを研究し保護するために不可欠の分野である。科学的知識の取得、応用が必要となり、 家畜と野生動物療法の疾患防御および食品衛生や環境衛生を通じた人間の健康の維持、増進を目的とした技術を使用する。獣医学は家畜、伴侶動物および野生動物の慎重なモニタリングを通じて人間の健康を守るという手段の一つでもある。進行の人獣共通感染症に対処するには獣医学でも行われている。 軍の健康管理という概念に特に適した疫学及び感染症制御の手法が必要な場合ある。獣医学は人間と動物の結びつきと同じ程度の長い歴史を持つがほとんどの動物種に対して診断、治療技術が利用できるようになったことで近年は特に急激な進歩を見せている。今日の動物はインスリン注射、歯根管充填、人工股関節置換。 白内障治療、心臓ペースメーカー設置などの人間並みの歯科的、外科的医療を受けることもある。獣医学の専門家は近年特に進んでいる。米獣医学協会では、外科学、内科学、心臓病学、皮膚学、神経学、腫瘍学、瘍学放射線学、行動学、麻酔学、救急医療など20の専門家を認定している。現在の日本の獣医学教育は、 家畜解剖学、家畜生理学、家畜生理科学、家畜薬理学、家畜微生物学、家畜衛生学、獣医疫学、獣医公衆衛生学、家畜病理学、家畜臨床繁殖学、家畜内科学、家畜外科学、家畜伝染病学、家畜寄生中学、獣医放射線学などの専門科目を含む。しかし、日本における、 獣医学教育の黎明期においては犬、猫といった小動物に関する学問の発展は副次的なものでしかなく、農商務省獣疫研究室の時へ初熊らの取り組みは明治一新以降における食生活の欧米化に対応した家畜の生産性の向上及び群馬の生産、疾病予防を目的としていた。獣医師は家畜の健康維持を通じて 食料を供給における質、量及び安全面の一部に携わっている。また、獣医学者は、生物学、科学、農学、薬学研究などにも関わる場合がある。多くの国で、馬の獣医学は特殊な分野とされている。臨床活動は主に運動器戦痛を含む、消化器整形外科、呼吸器感染症の問題への対処が中心となる。 動物医療は動物園及び野生動物の健康管理を含み野生動物保護の気球性が高まる近年獣医学の新たな分野として重要性を高めている人間の医療と同様に獣医学の実践に本来必要となるのは完築の求めに応じた多様な専門分野を持つ獣医師の集団である獣医師の専門家が進む欧米とは異なり日本では一人の獣医師が 複数の診療科を担当することは珍しくなく、専門的とまで至らないのが現状である。技術的補助を担当する獣医師以外のスタッフを置く、動物病院も多い。日本で獣医師の資格を得るには、大学で獣医師養成する学部、学科、家庭にて6年間専門科目を学び、獣医師国家試験に合格しなければならない。ありがとうございます。